リのおしゃべり見聞録。広瀬まりのおしゃべり見聞録は、広瀬まりが感じたことをありのままにお伝えするポッドキャスト番組です。広瀬まりのおしゃべり見聞録。この放送は広がるつながる情報発信 IT コンサル光、 iPhone、iPad で生活が変わる有電クラブの提供で、なんと今日は屋外でございます、青塚古墳史跡公園からお伝えいたします。爽やかなんですけどね、鼻声めっちゃ鼻声ですね。まあ、ご多分に漏れず、花粉症じゃないです、これ風邪ということに、どっちがいいのかよく分かりませんけれど、ちょっとごめんなさい、ね、鼻声で申し訳ございませんが、元気にお伝えしていきたいと思います。で、今日は214話目でございます。今日のお話は敵は風邪というお話。今日もある意味敵は風邪なんですけどね、もしかすると風邪の音がね、ポポポポって入ってるかもしれません。3月の19日と25日に138タワーパークの野外ステージで歌わせていただいたんですけれど、まあ風がすごかったんですね。138タワーパークご存じない方のためにちょっとご説明させていただきますと、一宮市というところにあって、高さは一宮に合わせて138メートルあるんですけど、木曽三川公園の中の一つ、木曽三川公園何か所かあるんですけれど、その中の一つで、川沿いっていうのかな、あれ、川岸、まあ、でも川の近くに立っているんですね。ですので川風がすごいんですよ。で、歌わせていただいてる時にこう風をはって吸い込んじゃってケホケホってなることは、まあ何回か経験したことがあるんですけど、今回は1曲目が365日の紙飛行機という歌をちらっと歌わせていただいたんですけれど、その時にあさーって口を開いた瞬間に風がファーって吐いたというよりこう吹き抜けて唇が下がらなくなったんですね。でその状態がずっと続くという初めての経験をさせていただきました。で、まあまあね、かっこ悪いですけど、本当に歯を舐めながらなんて言ったら、 歌って唇が下りなくなると歯をくじゅって舐めてみたいなことで、動画撮ってらっしゃったらものすごくかっこ悪かったなっていうような状態でございました。で、髪の毛もね、もう前見え、ちょっと今こう YouTube で見てらっしゃる方だけにこうどんな状態かっていうと、こんな顔の前に全部髪の毛が来るような状態で、歌わせていただきました。でもそれでも歌う、まあ、そのせいではないと思います。歌詞が飛んだわけじゃないな、あれ、不思議なもので、カバー曲はほぼほぼまともにいったんですけど、オリジナルボロボロっていう、もうなんかね、オリジナル知ってる人が聞いたらはーっていうような、そば、にという曲も歌ったんですけどね、愛してるっていうところ、コーラスが入ってるので、こう3声ぐらい聞こえるように、自分の声とコーラスで3声4声ぐらい聞こえるように作ってあるんですけれど、そこ出間違いをしまして、コーラスだけが愛してるって出てるんですね。でその後、あ、しまった、出間違えたって言って、で登板にすると、てなんかこう掛け合いのようにうまくごまかしたんですけどね、なんかもうかなりへこみました。違います、発音がかなりへこみました。でやっぱり油断していたわけではないですけれど、どちらかというとやっぱりカバー曲の方が歌詞がこう入ってないなと思う部分が強かったので、練習が多めだったんでしょうね。皆さんもね、何かやるときは準備大事です。でこれはできるだろうって思ってやってるやつは危ないです。だから準備きちんとしましょう。でも今自分に言ってます。でこれからいろんなことがね、また始まっていきますけれど、敵は風でしたけど、でも、まあ、一番の敵は自分自身でしたね。少し油断してたかなという気もします。だから4月になって、これは4月の3日、4月の初めの放送、なんだかんだ言って今日オンタイムなわけじゃないですけど、
4月3日に撮ってます。ですので昨日までの犬山祭りの疲れで、あ、言うの忘れてました、YouTube で見てらっしゃる方、目の下すごくクマがあると思うんですけれど、疲れているわけじゃありません。ちょっと疲れてはいますけど、ライティングの加減でございます、ちょっとレフ板が当たってないので、ちょっと汚い顔かもしれませんけれど、こんな感じでまた本年度もお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは第214話はこのあたりで。今日の番組はいかがでしたか？皆様からのお便り、リクエストなどを募集しております。メールアドレスは info@marifan.club info@marifun.club です。たくさんのメールお待ちしております。YouTube チャンネルもありますので、そちらもご覧になって、チャンネル登録をお願いいたします。マリッペ TV で検索してください。それでは次回もお楽しみに。